あん時の人間の手の感触ったら気持ちいいもんだったな。もう人間たちは戻ってこないのかな。こんな命でしょ、私たちと同じ仲間なんですよ、こういうねえ、猫ちゃんたち黙ってなんていられないから、もうずっと。吉田ばあちゃん73歳は10匹の猫と暮らしている。自宅は福島県南相馬市小高区にあり、福島第一原発から直線距離で20キロも離れていない。福島原発事故後、吉田ばあちゃんは避難のため故郷を離れた。5年後再び故郷に戻った彼女は、核汚染によって被害を受けたのは人間だけでなく罪のない動物もいたことに気づいた。人々が避難のために被災地を離れた時、多くの家畜が餓死を余儀されただけでなく、多くのペットの犬や猫も捨てられた。それ以来、吉田ばあちゃんはこの地域で捨てられた動物たちを保護し、里親になっている。原発事故で人間も大変な被害を受けますね。でも私たち人間よりもっと弱いのがこういう犬や動物たちです。吉田ばあちゃんは、日本政府と東京電力が発表した汚染水の海洋放出は全く身勝手なものだと言った。福島出身者として、故郷を破壊された苦しみを語る場所はない。福島県民はそんなに流してもいいっていうようなことにはなってないですよね。でもどこに行くこともできないし、だから流してほしくないです。汚染水を30年から40年流すんですよ。それそんなの黙って見てられますか。自分の第一原発の近くでしょ。自分たちの家を守るために、吉田ばあちゃんと友人たちはたびたび集まり、原発の汚染水放出計画の最新情報を入手している。また海洋放出に抗議する集会を積極的に呼びかけ、参加し反対の意思を表明し続けている。国民がよくわからないにもかかわらず、きちんと丁寧に説明もしないままに流すっていうことについての不安は、住民国民としてはやっぱりあります。それは私たち高齢者っていうかね、もう現役を退いた者にとってはさ、そんなにはあれですけど、今度自分の子供や孫たちがこれから生きていく上でね。福島原発事故から12年、福島の人々は多くのことを経験し耐えてきた。人間だけでなく、福島の大地と海に存在する全ての生命が尊重されるべきなのだ。彼らが待ち望んでいるのは、決して形式的な説明ではなく、ただ安全で調和の取れた住み慣れた生活環境なのだ。神隠しの街は地上に一層増えるに違いない。私たちの神隠しは今日かもしれない。後ろで子供の声がした気がする。振り向いても誰もいない。